どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。ガシャットをね、収納するケースなんですけども、こちら、まあ、いくらでね、ゲットしたかって言いますと、なんと、200円でございます。ただ、これ結構前に買ったやつで、まあ、やっとね、紹介できるっていう感じなんですよ。最近さ、なんか動画の投稿本数が減って、めっちゃネタ切れみたいになってるけど、別にネタ切れじゃないからね。シンプルに学校始まって、思ってた課題の量と違う量がすっごいあって、やばいんすよ。で、時間もないし、で、まあ、時間なかったら買いに行く時間もないんですけど、まあ、それはまだ大丈夫なんですよ。いろいろまだ買ってあるやつが、まだまだあるんでね。それはまだ紹介してないね、やつとかもちょくちょくあるんですけど、前に買ったやつとかも早めに紹介しとかないと、容量がなくなってくるんですよ。まあ、短いね、動画から投稿していこうと思ってね。だからこれは多分これ単体だけなんで今回。まあ、これ先に投稿しようと思ってね。やっと、そういえばと思って。早く紹介しようと思ってたんですけど、やっぱ間にね、今すぐ遊びたいような、すごいレアな中古玩具とかを買ってしまう時があって、その時はもうそっち優先にしちゃうのよね。ってなると、これめっちゃ先延ばしにされちゃって、もうこれ生身だったからね、買った時。だからもうすぐ遊べたんです。いつでももう遊べる状態だったんで、まあ、また今度紹介しようと思って。ほんじゃもうめちゃくちゃ先延ばしになりましたね。まあ、言い訳みたいなこの長い前振りはまあ置いといて、まあ今回これ200円でね、買ったってことなんですけど、これなんで200円で買えたかっていうと、普通に買ったわけじゃないんですよ。まあ、とあるお店で、まあ、品出しする前のカゴみたいなところにこれボツンって入ってたんですよ。めっちゃ目立つやつ入ってんじゃんとか思って、で、よく見たらやっぱまあガシャットケースじゃないですか。で、めっちゃ欲しくて、その時。で、他のお店でもだいたいまあ2000円とか3000円ぐらいしてたから、これ買えないしな、今のうちだな、これって思って。まあ、1000円ぐらいだったらまだ、買おうと思って、500円、1000円だったらもう即買いしようと思って、店員さんに、近くのね、店員さんに、すいませんって、このカゴに入ってるこの黒いケース、今売ってくれたりとかできますかって聞いたら、あ、いいですよ。で、まあ、一回ちょっと中身見てみますねって言って、10本の電池入りのデラックスのライダーガシャットプラス、ジュージューバーガーのデラックスのライダーガシャットが入ってたんですよ。で、まあ、そのガシャット全部抜いて、中のアイテムなしだったら200円で大丈夫ですよって言ってくれたんですよね。それで購入したんですよ。ただ、それさっき言ったそのジュージューバーガーのデラックスのライダーガシャットも一応欲しかったんで、ガシャットはいくらぐらいになりますかって聞いたら、あ、じゃあ110円でいいっすよって言ったんで、110円でね、ジュージューバーガーも買ったんですけど、すいません、ジュージューバーガーどっか行っちゃいました。またライブ配信かなんかでまた見せますわ。ジュージューバーガーもね、ダンボールの中入れちゃってるんで、また、後で見せます。まあまあまあ、こうね、長い前置きはもう、さておいて、ちょっとね、これ、見てみましょう。シールのね、擦り傷、引っ掛け傷とかも、本当にね、全然ないんですよ。これ、買った時のまんまなんですけど、ほぼ。もうね、めちゃくちゃ綺麗で、ちゃんとね、この店員さんに聞いて、品出しする前の商品を特別に買わせてもらった感じなんで、まあもちろん、袋とかには入れられてないんでね。まあでも、その分でも安いのかなって感じですよね。にしても200円は異常だよね。で、はい、開けるとこんな感じで、あ、もちろんね、この中に入ってるガシャットは僕がね、集めたガシャットなんですけど、一本だけプロトじゃなくってギリギリチャンバー入れてるんですよ。食玩の。これなんでかっていうと、プロトドレミファビートがないから、一応代わり身としてね、ギリギリチャンバー入れてるんですよ。黒いし。ないんですよ。ドレミファビート、プロトの。もう無理だなと思って、とりあえずこれ入れてるんですけど、まあでも本当に見栄えめちゃくちゃいいっすよね。はい。こんな感じ。ガシャッと入れるとね。で、まあちゃんとこういうね、なんだろう、スポンジというかこういうのもちゃんとついてますし、傷がつかないようになってますね、両方に。中ね、こんな感じになってて、プラスチックみたいな、のが中に敷き詰められてますね。スポンジとプラスチック。結構ね、変わった状態ですよね。ケース単体に何か遊びがあるみたいな感じじゃなくて、本当に収納するだけなんで、本当これだけなんですね。で、形状自体はこれね、とあるケースと全く一緒で、知ってる方もいると思いますけど、このフォーゼのアストロスイッチカバンと全く一緒なんですよね、形状はね。ただ、この厚みとかはね、全然違いますし、成形色の色もね、若干違うんですよ。だからこのシールの違いっすよね、正面は。ちょっとだけでも造形は変わってるな。デザインは一緒だけど、ほんのちょっとなんか細かいところがなんか造形違うんですよね。まあ裏面はね、それは全く違いますよね。ガシャットケースは普通にもうなんだろう、何の造形もない、もう本当にサラッサラな感じで、フォーゼのやつはしっかりとなんか造形凝ってますよね。で、ここもなんか展開するっていう感じで、ここにフィギュア置いて遊んだりとかもね、することができるらしいですよ。まあ、以上。だから前置きのね、話がちょっと長かったんで、ちょっとすいませんね。でも、一応ね、どっかで言っとかないと、なんか、
あ、こいつネタ切れになってきたなって思われたらなんかちょっとあれだし、まだ一応ね、投稿してない動画っていうか投稿したい動画あるんだけど、編集する時間がないんですよね。すいません、本当に。ちゃんとやります。ちゃんとやります。飽きられないようにね、ちゃんとやっていきますので、お願いします。ちなみにね、この中に入ってたプロトガシャットとか、オリジンのガシャットとかは、基本的にだいぶ前の、本当にめっちゃ昔の、110円でガシャットいっぱい買ったみたいなあるじゃん。あれの時に買ったやつです。ほとんどが。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では、次の動画まで。バイバイ。